長になられる前のお話もぜひお伺いしたいなと思いまして、まずこうどうして新日本製薬さんに、まあ、前身の会社にですね入社されたのかというところからお伺いしてもよろしいですか。はい、美容とか健康の分野でも仕事をしてまして、縁あって、創業社長と出会いました、ね。それでこの人だったら間違いないと思って、ある意味、自分の人生をかけてというふうに思えて、それがきっかけで入社をさせていただいて、小さなまだ会社でしたから20人足らずだったように思いますけれども、いろんなことに挑戦をする機会をいただきましてね。で一方会社小さくても夢と希望には満ちあふれている会社でしたから、いろんなことに果敢にチャレンジするそんな社風でしたね。あ、そうなんですね。懐かしく思います。その創業者のお話ももしよろしければお伺いしたいなと思うんですけど、どういったこうお人柄だとかそういったお話を伺ってもよろしいですか。そうですね、やはりこう創業者というのはそれ非常にこうカリスマ性のあるね、そういったまた感性であるとか、言葉では言い表しにくいですね、ものを持っておられて、そういったその考え方とか価値観とかいうのは僕も本当に たくさん学ばせていただきましたし、前任の社長もですね、非常にこうカリスマ性があって、いろんなその物事を鋭く見抜いていく方でしたから、そういったもとでですね、自分自身のこう経営的な感覚というか、責任者とかリーダーとかどうあるべきかということを学んできたって、そんな感じですよね。なるほど。そのオーナー家で続かれている中、3代目の社長として就任される当時のこう心境だとか、どういったご苦労があったかみたいなところを聞かせてもらってもよろしいですか。はい、私もですね、社員で入社した会社ですから、何かその経営について具体的に学びを得て、入社をしたわけでもありませんので、自分できることって本当に限られて、いるなということを初めて、その立場になって感じることが多かったんですね。で、じゃあ社長になって何ができるかと、社長になれば何かできるだろうと思っていたんですけれども、なってみて全くこれ別、なってみて思うこととなる前に思うことはこんなに違うんだということを改めて実感をして、当然ですけれどもお客様や社員の、とどう向き合うのかというのもあるし、それと同時に私に何ができるかってありますよね。こうした中から、結果的に私自身はたどり着いたのは経営理念を自分自身が実践をすること、そこに自分はある意味自分の役割というか社長としてやるべきことを見出したんですね。なるほど。経営理念を自らが実践していく。そうですね、はい。どういった理念をこう先代から引き継いで守っていらっしゃるのか教えてもらってもいいですか。会社の創業当初から理念経営ということで、掲げていたのが、お客様には最高の満足と信頼を、社員には幸せと未来への夢を、そして私たちは社会に貢献する企業として限りなく幅広い発展を目指しますというのが経営理念なんです。で、この中に含まれている要素はまずお客様満足ですよね。そしてその次に社員の幸せ、そして社会に貢献する企業として、とこの3つをですね、実現するために限りなく幅広い発展をするのがこの会社の理念なんです、この幅広い発展をするために何かがあるわけじゃなくて、お客様満足と社員の幸せと社会に役に立つということをするために成長発展するっていう、こういう、理念なんですね、ですからこれを実践していくこと、ですからお客様満足を実現するには何をするべきか、でそれを実現するために誰がじゃあ実践するのかとなると、社員ですよね。社員が夢や希望を持って、仕事をできる環境にするにはどうすればいいのか、一方社会に貢献するという部分で見れば、当然製品サービスが社会に貢献できるものでないと始まりませんが、私どもの会社の価値観、例えば、経営する上では世の中に対して、子どもたちや命、健康美容といったところの領域をですね、しっかり支えていきたいと思いがあって、そういう社会に貢献するっていう当社の
価値観を具体的に地域に還元していくような、取り組みをやっていく、これがある意味必要なので、成長しないとどこからも原資は出てこないので、成長発展していこうという考え方ですよね。なるほど。その理念っていうのが絵に描いた餅ではなく、こう社員さんが自ら体現していくような会社にするために、何か工夫されていることだとか、そういった取り組みを教えてもらってもいいですか？はい、理念っていうのは、極論を言うとですね、教育できるものではないと思うんですね。で、理念というのは実践するものだと思うので、まず、私自身が社長という立場の中で、これをいかに実践しているかという姿を見せられるか、見せ続けていくことができるかというのがまず第一ですよね。であとは教えることはできないって言いますから、自らがそれを行動するいろいろな仕掛け、そういう、状況を作ることはできますよね。ですから、社員が入社した時、新入社員も中途の社員さんもそうですよね。入社時は必ずオリエンテーションで私がこの理念や考え方について講話をするようにしていますし、必ずこれ入社すると受けなきゃいけないですね。ですから、この会社にとって大切な価値観を直接伝える、そんな機会にもなってますし、一方毎朝の朝礼でもですね、パーパスって言いましたが、パーパス、それから経営理念、考え方として非常に重要だとしているバリュー、価値観ですね、それからどういうふうに行動していくのかって、行動指針について毎朝昭和してるんですよ。でそれによって、昭和だけすることでも言葉としてもインプットされますけれども、その中で、フロアや各拠点で社員一人一人がパーパスや価値観、経営理念についての話をスピーチするんですね。でそれをまた社員さんがまたフォローするっていう、ことで、どう考えてどう捉えてて、私は何が大切なんだと、この理念や価値観についてっていうことを、それぞれがそれぞれの思いを伝えながら、より理解を深めていくっていう。ですから教育できるものではなくて、日常の中から自分自身が感じ取るもの、それが行動に移っていく、こんなことだと思って日頃からですね、重要視しているわけです。なるほど。後藤社長が経営される中で、こう理念が大事だと気づかれたというか、そういった考えになったきっかけだとか、そういったことあれば教えていただきたいです。会社というのはですね、当然売上と利益、も重要ですし、やはりこう地元の会社から、全国区もしくはグローバルにってなると、会社の業績を伸ばしていかなきゃいけないじゃないですか。業績イコールお客様が利用している人数であるとか、お客様が利用してくださる製品の数だとするならば、多く評価いただける状態というのは、売上業績が上がっている状態ですよね。そういうことを考えたときに、先ほどの理念に立ち返って考えると、やはりお客様満足につながっているものでなければ、その成長は本質的なものじゃないし、一方社員の幸せにつながるような成長でなければ、本当の価値があるとは言えないと。一方それらによって社会にどう役に立っているか、こういうことにつながっていくんですけど、私も就任当時はそういうところまで考えが行き着かなくて、ある著書と出会うんですね。日本で一番大切にしたい会社というですね、これは当時法政大学の教授をされてた経済学部の教授ですから、経済についての専門ですよね。その坂本浩二教授が、人を大切にする経営ということをですね、経済ではない角度で、示しておられた、その著書に触れまして、いろんな方のご縁で直接お会いする機会を得たんですね。でそしてその坂本先生が経営理念の浸透と会社の業績というですね、テーマでいわゆるいろんな研究講座というのをやっておられて、その中に参加させていただいたんですね。で経営理念というのはいかに社員に浸透することが大切なのか、それがいかに業績に関係するのかということを勉強させていただいて、その学んだことが非常に大きかったと思いますね。
こう業績と理念とどちらかが大事、どちらが大事なんですかっていう質問がよく来られてるんじゃないかなと。いろんな取材の中でもいろんな記者さんもそんなことをよく言われるんですよね。まあ、ただ私はですね、先ほどお話した通り、会社というのはやはり売上も利益も大切なんです。売上と利益の中から社員の当然、お給料も出るわけだし、新しい未来の製品やサービスの開発も必要なわけですよね。まあ、そう考えるとこれは外せませんし、かといって、それを追求のために大切にしている理念や価値観、これをまあないがしろにしていいのか、決してそんなことない。ですからどちらかですかって、終わって理念をは、まあ、業績という問いについては、これについてはお答えしないんですよ。でどちらも大切なんで、オアと問われたらアンドで答えます。どちらも大切で、どちらも実践、どちらも具体的な形にするのが経営の仕事だと思ってまして、改めてどちらかっていうよりはどちらもというアンドの考え方が今でも重要だったなっていうことを考えさせられますよね。ちなみにその同業他社だとか、そういうの中でこう新日本製薬さんがこう強みだとか、他社に負けない部分って何だと思われますか？うん、そうですね、よくいろんな方々から御社の強みはパーフェクトワンですねとか、通販でよく見かけますって言われるんですけどね、まあ、実は当社の強みって人なんですよね。社員です。まあ、人を宝と書いて人材っていうふうに社では言ってますけれども、これなぜかと言いますと、どんないい製品でも、どんないいサービス、どんなに優れたものでもですね、誰が誰のために生み出すのかと考えますとね、やはり人が人のためになんですよ。自分の都合のためじゃないわけですよね。ですから良い人がよりその相手のことを思って、製品やサービスをより価値あるものに変えて生み出していくと。じゃあ誰が一番、何が一番大切なのかと。その製品も大切ですかもしれないけれども、一番重要なのはこの人ですよね。まあ、そこにやはり私たちは重要なという価値観を持っているということですね。そうですよね。こう今時代的にはと DX だとか AI だとかそう言われる中でも、やはり人が一番大事だというお考えでいらっしゃるんでしょうか？そうですね、全て人だと思います。まあ、DX だとか例えば AI、 生成 AI もそうですけれども、まあ、人が活用するわけですし、まあ、人が、日常、まあ、いわゆる人が人生を過ごしていく上では必要な、今直面している社会課題、こういったものを解決するための一つのツールであって、じゃあどこに最も重要な目線をこう置くべきかとなると、やっぱり人じゃないですか。だからやっぱり全て人なんだと思いますよね。なるほど、ありがとうございます。